感謝トーマス。アーサーの記録というお話。新品のタンク機関車が速動灯を全速力で走っている。彼はとっても興奮していた。絶対に遅刻なんかしたくない。時間ぴったりだったな。トーマスとパーシーは大きなタンク機関車を眺めた。彼はとってもスマートだ。これはアーサーだ。これから貨車の入れ替えやコンテナの運搬を手伝ってくれる。どうぞよろしく。アーサーは礼儀正しく挨拶した。彼は完璧な記録を持ってる。完璧な記録ってどういうこと？それはね、今まで一度も悪さをしたり羽目を外したことがないってことさ。3台の機関車は早速仕事を始めた。トーマスとパーシーがガタガタと貨車を運んでいる。いけないことだと分かっているけど、すんごく面白いのだ。アーサー、一緒にやろうよ。僕は結構です。彼は悪さなどしたことがないのだ。アーサーの初仕事はフルーツを市場に運ぶことだ。貨車が歌い始めた。サウセサウセ出発だ。もたもたしてるとフルーツが腐っちゃう。なんて失礼なんだろう。その時トーマスは悪さを思いついた。トップハムハット卿は貨車が歌うのが大嫌いだ。歌うのをやめさせないと。ご親切にどうも。歌うのをやめさせます。アーサーは貨車たちを運び始めた。いくら頑張っても貨車は歌うのをやめないよ。アーサーはご機嫌で田園の線路を走っている。すると貨車たちはまた歌い出した。バタバタシュッシュバタシュッシュ、ヘタヘタしちゃって煙も出ない。歌うのをやめろ。貨車は言われた通りに走っていればいいんだ。うるさい貨車たちが怒った。歌わせてくれないならアーサーに教えてやるだけだ。よし、見せてやろうじゃねえか。俺たちを押すのがどんなに大変か。キッキッキッ。アーサーは必死で橋を渡った。そしてぜいぜい息を切らしながらトンネルを抜ける。やがて大きな丘の頂上に差し掛かった。どうだ、追いつけるか。キッキッキッ。それ。しかしトラブルが待ち受けていた。踏切でダックが停車していたのだ。アーサーの機関士が慌ててブレーキをかけたが、もう遅い。潰れたフルーツがあちこちに散乱した。アーサーは動揺した。これで完璧な記録に傷がついてしまった。なんてありさまだ。トップハムハット卿がカンカンに怒ってる。一体何があったんだ。貨車がふざけて歌うのでやめるように言ったんです。そしたらどんどんスピードを上げて。すみません、僕のせいです。トーマスは自分のやったことを正直に告白した。アーサー、お前を叱ってもしょうがないな。しかしトーマス、お前はここの片付けを手伝いなさい。ハービーが救援クレーンを連れてきた。どうやら仕事は山ほどありそうだ。全員が一生懸命働いた。トーマスは貨車たちを運んだ。その日の夕方、アーサーは煙突に詰まっているフルーツを洗い流していた。ごめんよアーサー、君を騙したりして。でも正直に告白してくれて嬉しいよ。記録なんて壊されるためにあるのさ。うん、そのうちまた取り戻せるさ、君との友情のようにね。この話の視線はトーマス。
ーシー、ダック、ハービー、そしてアーサーでした。